阪神競馬場第3競走出走メンバー入場です。3歳未勝利戦ダート 1400m16 頭。ではメンバーご紹介しましょう。まず1番のジョーシーゲルから、486キロプラス8キロです。川津春彦54キロ。2番栗のヒーロー482キロ増減なし、和田翼56キロです。3番ドミネートシティ468キロマイナス2キロ国分京介56キロ。4番日本ピログリッド538キロマイナス6キロ木戸義政56キロです。5番はルーベローチェ498キロ今日が初戦です。小沢大斗55キロです。6番キングオブザナイル492キロマイナス4キロ芝山雄一56キロ。7番オーバーザドリーム今日が初戦、458キロ坂井隆生56キロ。8番モカラエース454キロプラス2キロです古川義弘56キロ。9番スカイゲイザー438キロマイナス4キロ鮫島勝馬56キロ。10番グリーンオーブ今日が初戦です。468キロです。三幸秀明56キロ。11番ダノンクロム494キロマイナス10キロ松山光平56キロ。12番はココラフィネ446キロマイナス6キロです。川原田奈々50キロ。13番名勝海原444キロマイナス2キロ秋山真一郎56キロ。14番サンライズサラー462キロプラス8キロ和田龍二56キロ。15番の歌舞伎町466キロプラス14キロ岩田未来56キロ。16番フォーウィンド472キロマイナス6キロ今村聖奈53キロ。以上阪神競馬第3競走出走メンバーをご紹介いたしました。発走まではしばらくお待ちください。阪神競馬場第3競走は3歳未勝利戦です。ダートコース
1400m16 頭によって争われます。スタート地点向こう上面の左手、スタートしてしばらくは芝の上を走ります。続々と各馬が収まっていきます。最後のゲートインは16番フォーウィンド、これから促されます。続々と各馬がゲートを埋めていきます。全馬収まりました。スタートしました。サンライズサラーがまずはいいスタート、芝の上先行争い、内からは6番のキングオブザナイルも先行していきます。さらに最内から1番のジョーシーゲル、足元がダートへと変わって、先手を奪ったのはわずかに1番ジョーシーゲル、2番手6番のキングオブザナイル、3番手外から11番のダノンクロム、内差がなく8番のモカラエースです。その後サンライズサラーが外から内はノミネートシティに4番日本ピログリッド、直後ですが5番のルーベローチが追走です。さらに後方集団からは16番のフォーウィンド、内から接近9番のスカイゲイザー、間にいるのが12番のココラフィネです。後方にかけましては2番のクリノヒーローがいて、7番のオーバーザドリーム、あとは15番の歌舞伎町が進んでおります。あとは開きました13番の名将海原にゼッケン10番をつけましたグリーンオーブです。さあ各馬がこれから 3,4 コーナーの中間地点へとかかろうかというところです。先手を奪っているのは1番のジョーシーゲル、しかしリードは体半分から首というところ、2番手6番のキングオブザナイルがつけています。3番手の位置11番のダノンクロムが追走です。そして外からポジションを上げる14番のサンライズサラーが3番手から2番手2番手から前に並びかけて、さあ直線に向かいました。さあ先頭わずかにジョーシーゲルですが、間をついた抜け出した6番のキングオブザナイルが抜け出しにかかる、馬群の間を縫うように8番のモカラエースが前に接近してくる、ずれて外からはダノンクロム、ゴール前激戦になりそうだが、粘る粘るキングオブザナイル、キングオブザナイル粘っている。そしてモカラエースが2番手の位置、外から猛然と7番オーバーザドリーム、しかしキングオブザナイル、キングオブザナイルゴリ、キングオブザナイル勝ちました、キングオブザナイル勝ちました。そして2番手内から詰めてまいりました8番のモカラエース、3番手ですが最後外から猛然と足を伸ばした7番今日が初戦オーバーザドリームです。人気の一角キングオブザナイル、2番手からの競馬、最後は内と外の追撃を振り切っております。勝ちました6番のキングオブザナイル、芝山雄一騎士の手綱でした。マインドユアビスケッツの3区、はたばた正午厩舎、2着8番のモカラエース、その後外から足を伸ばした7番のオーバーザドリームです。タイムは1分26秒7、上がり 800m は51秒2、 600m は38秒7でした。阪神競馬第3競争、制したのは6番のキングオブザナイル、芝山雄一騎手、2着8番のモカラエースです。キングオブザナイル前走は7着、しかしそこから見事に巻き返しての勝利です。そして2番手ですが内をついて伸びました8番のモカラエース、及ばず2着。そして今日が初戦7番のオーバーザドリーム、最後いい足を使って3番手へと上がっています。1着6番キングオブザナイル、2着8番モカラエース、3着7番オーバーザドリーム、4着11番のダノンクロム、5着3番ドミネートシティで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますまで、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。6番のキングオブザナイルが後続の追撃をしのいで人気に応えました。2着が8番のモカラエース、そして最後追い込んできた坂井隆盛騎手の7番オーバーザドリームが3着、6番8番7番の最終オッズです。1番人気3番人気6番人気の順です。単勝6番 3.7 倍、枠連34 6.3 倍、馬連6番8番 7.8 倍、馬単6番8番 13.6 倍、三連複6番7番8番 28.1 倍、三連単6番8番7番 110.6 倍です。今日は東西ともお客さん多くて、なんか歓声もね、はい、いつもの土曜の朝よりも大きい気がしますよね。盛り上がってます。阪神3レース確定までお待ちください。